ジェニファー・ルービンは、アメリカ合衆国アリゾナ州フェニックス出身の女優、モデル。1987年公開のホラー映画、エルム街の悪夢さん、三劇の館で、フレディの悪夢に苦しむ入院患者タラン役で映画初、出演。翌1988年公開の、悪夢の三劇で、悪夢に悩まされる、主人公シンシアを演じ、主演を果たした。また同年。 パーマネントレコードでデビュー当時のキアヌ・リーブスと共演している。TV ドラマシリーズにおいては、トワイライトゾーン、ハリウッド・ナイト・メア、また、シン・アウター・リミッツなどにゲスト出演している。1999年には映画、ロード・キルにおいて、グラマーな主役を演じるとともに、共同制作者としても名を連ねている。2000年代以降は、劇場公開を前提としない。 オリジナルビデオ映画作品に出演している。フォードインターナショナルのモデルを務め、1984年のモデルオブザイヤーに選ばれている。また、カルバンクラインのオリジナル香水オブセッションのモデルも務めた。ありがとうございます。